ヨーロッパハタリスは、哺乳高月誌もクリスカジリス属に分類される月種類。ウクライナ、オーストリア、北、マケドニア、ギリシャ、スロバキア、セルビア、チェコ、トルコ、ハンガリー、ブルガリア、モルドバ、ルーマニア、クロアチア、ドイツでは絶滅。ポーランドには再導入。体長17.6から23センチメートル。お長3.8から7.4センチメートル。 体重0.2から0 4キログラム。背面は肺褐色で紅白色の反転が入る。目の周囲は白い。覆面は黄色い。標高900から2500メートルにある放棄された牧草地やり入れされた農耕地などの植生の乏しい開けた環境に生息する。白明白母性。地下1メートルの深さにある直径16から25センチメートルの 素質と最大5つの出入り口がある4.5メートルに達するトンネルからなる。巣穴の中で単独生活する。陶器になると巣穴で冬眠し、南部個体群は夏季に休眠する。総本、根、液化などを食べる。食物を宝袋に詰め込み、巣穴に運んで貯蔵する。繁殖形態は耐性。冬眠が明けて1週間以内に交尾を行う。 妊娠期間は25から26日。1回に2から9頭の幼獣を年に1回だけ産む。幼獣は生後20日で海岸し、生後1ヶ月で地表に出るようになる。本種に適したステップ草原や放牧地が農地や林に変えられたり、放牧地が放棄されて背の高い稲草本の草原や、 干木の見られる環境に逆戻りしたりしていることが本種にとっての脅威である。英語、ありがとうございます。